拝啓音坂京志郎様、私のこと覚えていますか？拝啓遠野美咲様、君のことをどれぐらい覚えているかと聞かれたら、昨日のことのように鮮明に覚えていますよ。拝啓遠野美咲様、君はどんな本が好きですか？これお姉さんに書いてきたんだけど。よっぽど好きなんですね。お前読んだの？読んでません、読んでません。なんで知ってんの？一体何通の手紙を彼女に渡しただろう。手紙読んだ？手紙？何手紙って。君さ、妹のゆりさんでしょ。ねえ美咲は？姉は亡くなりましたよ。お姉ちゃんのふりして手紙書いてたら、お姉ちゃんの人生がまだ続いているような気がちょっとしました。なかなか彼女の幻から抜け出せなくて悔しいな。あなたが結婚してくれてたら。拝啓音坂京志郎様。ラストレター。